お聞きの放送は浦添市前田マルサン業ビル7階のスタジオから24時間放送の FM21 です。やってまいりました。元ちゃんとアッキーの笑顔が大好きのお時間でございます。ヨーロビックでございます。こんばんは。イエーイ。アッキーさん、もう2月終わり？終わり。来週その次の放送って3月入ってる？はい、早いな。もうあっという間ね。年取るの早い、若い子に言ってしゃあないよね。さあ今日は、美女お二人、ゲストでお迎えしております。自己紹介よろしく。こんにちは。こんにちは。お名前どうぞ。すずです。神奈川県から来ました。もかちゃん。もかちゃん、はい、もこもこタイム。もこもこタイムが、ね、なんかドーナツ美味しそうですよね。はい、今日はね、やっぱり沖縄県にこうせっかくチャンスでね、こういうタイミングでいらっしゃってるからゲストで出ないってことで、ね、アッキさんがくどきましてやってまいりました。なんか僕のね、お知り合いのお子さんなんですけど、高校の卒業旅行でこの春から大学生。ああそうか。ほら沖縄からね、はい、この春内地の大学に行くとか、ね、就職で内地に行くとか、ね、高校卒業する子たちもね、はいはい、たくさんいらっしゃるから、うん、まあ内地のねことをちょっと、うん、話してもらったらいいかな。あ、そうですね。やっぱりお互い知らないと分からない、うん、なんかもう心配が多いでしょうから。そうそう、だって僕よく沖縄でね、はい、聞くのが東京危ないでしょって、刺されないって言われる。刺されないですよっていうんですけど、ね、ニュースでこんなニュースばっかりですもんね。沖縄の方が怖い感じがするんですよ、ね、そうなんですよね。そういう意味でだから、みんな、まあ、日本人ですから、お互い様、はい、こっちが悪いことしなければあっちも、ね、悪いことしませんから。本当ですよね、はい、で東京も多分ね、この2人がいる神奈川県も、はい、もちろん大阪も名古屋もね、はい、沖縄の人いっぱいいるんですよ。いますよね。はい、沖縄県人会すごいですよ。はい、県人会。もう東京の沖縄県人会とか本当に、うん、まとめてる男の子とかが声かけると300人400人すぐ集まりますから。これってすごいですよね。すごい本当に。そういう意味ではだから、まあ、せっかくだからみんなね、こう何十分まではお友達をたくさん作っていろんな情報を交換してね、リサーチすれば本当にいいところですよ ね、うん、どこに住んでても。でこの2人も神奈川県の子なんですけど、うん、東京の大学に行きますからね。あ、まあまあ近いですけどね。そうですよね。もうそうか。でもあれですよね、心配なのは地震とかそういうのが転生が心配なんですよ。まあまあね、だからね、そこは、うんうん、何があろうと、だからあれですよ、予備を準備していただいて、 何かあった時にすぐ逃げられるように。はい、でも東京とかね、神奈川県とかにいた我々にしてみると、うんうん、沖縄の台風の方が怖いイメージがあります。あ、沖縄台風ってぶつかったことないでしょ。ないですね。沖縄の台風の時は僕ら沖縄県人はどれ行くか台風真っ只中の時にどんな被害があるかなって、どんな波が来てるかなっつってドライブして見ますからね。だからやっぱり住めば都っていうの、だからそういう意味でだから逆発想で台風ツアーとかそういうのを考えて台風ツアーね。、はい、でもこれね、経験としてはね、うん、多分1回ぐらいね台風経験した方がいいですよね。そうですね。はい、だから逃げませんからね、沖縄の人は。わざわざ海に行くんですよ、海辺にドライブして。でこれが、うん、たまにね、はい、こうね、悲しい出来事が起きたりするじゃないですか。はい、だからね、なんで見に行っちゃうのかなって。なんかもうね、ウトルサムンヌミーブサムン、怖いものを見たいっていう。あ、怖いもの見たさね。そうそうそう、あるんだよね。まあでもあれも若いうちですよね。だからこう霊が出るスポットとか肝試しね、肝試しで若いうちは行ってたけど、今考えたらバカなことしてるなって思うのよ。はい、そういうとこ行ったことある？いや、でも私もなんかちょっと
いや意味あるのかなとか思っちゃうタイプかもしれない。いや逆に行きたいタイプです。あ、行きたいタイプ。あ、心霊は無理ですけど、うん、台風はちょっと興味。あ、台風はいいよね。もうやっぱりこうみんなあのホテルの中にいるから、うん、でやっぱりせっかく来て沖縄まで来てるのになんか楽しめないかなっていう逆発想でね、うん、やってほしいなって。昨日もね、はい、モカちゃんは霊感が強いらしく、うん、見えるらしいんですよ。あら、モカちゃん大変たくさんこうスポットありますからね、うん、でもなんかこうちゃんとした感じで見えるらしい。ああ、そうなんだ。はいはいはい。要するにでも、僕の周りにもそういう霊感の強い人たくさんいたんだけど、あそこに座ってるとかで、うおいおいおいってくるな。なるんですよね。うちの親戚でも見えない見えない見えないよね、本当に。だから南部にドライブ行くとやばいって、もうあっちあっちほら激戦地でしょ。だからもうあっちにいるよこっちにいるって言われたらさ、もうそれは行く気にならないよね。でまたそっちの話になると、あ、そうだそうだそうだ、アクソリッジの話になっちゃう。あ、そうだね。はい、先々週でした。先々週これでもうびっくりした、うん、ね。見えない見えないけどそういうとこが好きなんだよね。いや怖い系は無理ですけど、ちょっと台風は行きたい。台風ね、うん、もうすごいのは台風はもうあの60キロとか70キロとかすごいのがいいじゃない、突風、うん、あれってさ、雨がさ横に行くんだよ、横に。上から落ちてこないのよ、横に行くの。もう あれはね、まああれは沖縄だからだろうなと思うけど、だって玄関のドア開かないですよ、ね、開かないですね。でおまけにね、東京とかさ神奈川の台風では多分経験俺はしたことなかったですけど、はい、あのサッシが風の強さで押されて、はい、雨が吹き込んできて、はい、サッシの下から家の中に水が入ってくる。そうそうそう、このガラスあるじゃん、閉めてるじゃん、うん、その下から吹き込んでくるのよ。でだからタオルとか、そう、俺もここに詰めて中に入ってこないようにするんだけどね。初めての時はびっくりしました。でもうガラス割れるんじゃないかと。あ、もうそのぐらい頼みますよね、うん、もうそういう意味ではね、まあまあ沖縄僕ら当たり前だから、もうここにいると。うん、でもやっぱりその辺がありますよね。ここところがあれば品変わりで、うん、もう台風だ、だから台風ぜひ、台風ぜひぜひ。だけどその時は飛行機も飛ばないから、うん、まあ、だって逃げられないよ、うん、沖縄からは飛行機飛ばんからね。だからせっかくだと楽しんでほしいなっていうのが、うん、僕なんか比較的台風がもう来るよっていうと、はい、内地に飛んでって飛行機、はいはいはい、で今度台風が内地の方に来たよっていうとまた沖縄に、はい、あ、いいですね。そのパターンが結構多いです、はいはいはい、だからね、そういう意味ではまあ、僕らもここに住んでるから、じゃあよし楽しむしかないなっていうのがあって、で台風の時に飲み屋さん、うん、満杯。だって何もいることないんだもん。ああ、やっぱなんか考え方とか、そうそうそう、楽しまないと、うん、ぽいなって思う、楽しむって。で飲みに行くって何時ぐらいから行きます？飲めないですよまだ。ああ、まあね、ちょっと表面上は。まあ次は。だいたい僕あれでしょ、こう神奈川とか東京あたりだったら大体6時ぐらいからお酒飲んでる人いますね。いいでしょ。沖縄大体ね、仕事終わって一旦うちにお風呂入りに行って9時とか10時から待つまで。だってほら電車ないから。ああ、はい、終電とかないの、うん、終電、まあ、最近モノレールがあるけど、あっかっけないから、うん、でもね、本当に沖縄の方たち飲む時間帯もすごいですよね。すごいですよ。だからそう9時10時ぐらいから飲むでしょ。で2時間行くだ3時間行くだして、結局明け方に帰るという。いや沖縄本当に恐ろしいですよ、ね、ですよね。この辺はやめたのだから何全国一飲酒運転の一件だから。あ、これ29年ぐらい続いてるけど、だからこれお名番返してほしいんだけどねと思って、ね、だから多分そのね、警察に捕まられてない人まで含めたら、うん、ああたくさんいますよ。だってだから自分は捕まられないと思ってるから、飲んでる人。ダメでしょ。沖縄の人お酒強いですもんね。強いんだけどさ、だからその辺はちゃんときちっとね、けじめつけてやるみたいな、うん、だからもうの酔っ払ったら次行こうでしょ。あ、でそれでハンドルキーパーがいればいいね。キーパーも飲んでるからさ、だからね。そこなんですよね。だから僕らはだから仲間で飲み行って代行とかじゃない時は誰か一人は絶対飲まない。そうですよね、うん、その方がいいですよ。もう今日は俺が飲まない日って言って、うん、
で運転して送ってくる、はいはい、いいですよね。そうしないとね、本当にこうやっぱりこう飲酒運転の事故って悲惨でしょ。うん、あとあとね、もう大変な人たちに迷惑かけるから、それはね、ね、もうだけど本当ダメですよ、うん、もうね、本当それだけはね、ダメ、うん、もう社会悪ですね、本当ですよね。もうとにかく法治国家日本国だからね、法律だけは守ろうよっていう、うん、そうだから、ね、本当思うんですけど、こんなこと言ったらね、はい、リスナーの人からね苦情殺到するかもしれませんけど、はい、でも基本、うん、人をね殺めちゃったら、殺してしまったら、うん、もう死刑ですよ。ああ、そうなんですよ。だからどんな理由でも。だから最近あれですよね、なんだろうね、法律っておかしいなと思うのは、被害者よりも加害者の方を優遇してるじゃないですか。だからそれは弁護士が悪いですよ。だからおかしいでしょって。だからこれだけの、例えば人を殺したらね、この家族の方とか友達とか、これだけの人たちにこう多大な迷惑をかけてるのに、2年とか、ひどい、まあ10年とかこのぐらいで出られるんだったら、いやいや本当ですよ、本当ですよ。車、うん、とかで事故したやつは ね、 もう意外に早いですからね。だからね、本当にやっぱり人の命ですよね。でやっぱりこう年を取られて、うん、まあ、免許車運転されてる方もねいっぱいいらっしゃって、俺は大丈夫っていうね、うん、まあ、内地でもいっぱいいるんですけど、まあ自信過剰ね。僕なんかうちの母がもう70歳になった瞬間に免許剥奪しました、うん、あ、まあ、そのぐらいやった方がいいのかもしれないですね、うん、だから人間っていうの感覚は衰えてきますからね、うん、もう何かあったら本人もね、そうですね、かわいそうだし、もう万万が一あったら相手の方にもね、うん、申し訳が立たないから、もうまだ全然ね運転してたんですけど、でも剥奪、はい、最近だからこうシルバーの方たちの交通事故多いじゃないですか、うん、もうニュースに書いてくるの、これ自分も結構大変ですよね。もうまさか自分は大丈夫と思ってたのが、こうやって事故起こしたの、うん、だから沖縄県ってほら電車がね、うん、さっきの話ですけど ないじゃないですか、はい、だからね、年を取られた方の移動手段がね、はい、それですよね。家族が、ね、連れてってくれなかったら行けなくなってしまうから、う、まあ、ある程度お元気な方はハンドルを握られてね、はい、ご自身で行くんだけど、はい、沖縄はね本当にご高齢の方でも車しっかり運転されてるんだけど、うん、だけどやっぱ何かあったら怖いでしょ。そうですよね。80代とか90代のさ、まあ、自分では衰えてるっていう自覚がないんだよ、うん、だから自分は大丈夫っていうね、自信過剰というか、それで万が一例えば体調が悪い時とか目がちょっと見にくくなってるとかね、あった時に何かのこう表紙でこう交通事故とか人身事故あったら大変じゃない、ね、例えば分かんないですけど沖縄県ね、うん、まあ、その昨日の住民投票の良し悪しを見つしてね、はい、でもあれだけのねお金をかけるならば、はい、5、6億かけてますよ、本当に。だったら、例えば沖縄県がね、うん、まあ条例でこれが縛れるかどうか僕は、ね、法律家じゃないから分かんないんですけど、はい、例えば免許を何歳になったら返納をして、うん、その代わり月、うん、何回まではタクシーに乗って、うん、でそれを県が負担するとかね、いいですよね。もしくはだから本当にこんなにまあ交付金で多分運営してるはずだけど、こんな金があるんだったらもっと使い方考えるよと。いや本当、本当にだからもう子供たち、だってこれから少子化って言われて久しいじゃないですか、うん、で子供たち育てきれないとか言ってるのになぜそこに予算を出さない、うん、で その分出したら例えば給食もう1年間もう無料で食べられるとかね、うん、ね、おじさんたちの考え方はこんな感じだからね、若い子と違うと思うんで、だからそういう意味でやっぱり若い人たちが子育てできるような環境作り、うん、でもね、これから、うん、だからだってこれからもう現実、ね、現実ですよ。お母さんになるかもしれないしね、うん、2人とも。そうだね。で沖縄にこう嫁に来るかもしれないじゃないですか。ありですね。ありですね。だからこういう人たちがやっぱりね、沖縄県来てよかったなとか、沖縄子育てしやすいなとか、そういう風になってくれたら一番嬉しいんですけどね。僕はね、ケンちゃんね、話がちょっと変わるんですけど、はい、この2人ね、うん、今日出てもらいたいなと思って、はいはい、ほら沖縄のね、うん、この春から内地に行く、はい、進学就職、ね、18歳の子たちに向けてね、うんうん、まあ、内地は安全だよと。あ、はい、だからこの辺はね、だから実家としてこう危ないとかないでしょ、自分の周りは。そうですね、ね、まあ、刺されちゃうとかないじゃん。まあないですね、よっぽどね、うん、だけどやっぱりね、不測の事態っていうのはあるんだけど、そうそう、あります。基本的には楽しいことの方が多いじゃない、うん、確かに。どこが楽しい神奈川県？
神奈川県でも有名なとこで言ったら江ノ島とか、うん、あ江ノ島ね、夏は人すごい盛り上がって、江ノ島ね、今俺絶対江ノ島って来ないと思った今横浜って言うと思った、ね、ああ横浜横浜でもカップルばっかですね横浜、ああそうね、赤レンガとか、ああもかちゃんどこがいい神奈川県、神奈川県どこだろう、あでも横須賀とかは、あ、まあ、なんか沖縄にちょっと通ずるところもある気がする、ああ米軍来ちゃいますね、あか横須賀の街ってあんまりちゃんと行ったことないけど、あ意外にそんな感じ、うん、やっぱり異国よね、アメリカだからね、うん、あと鎌倉とかじゃないですか、有名な場所で言うと、あ随分行ってないな大仏様結構自分が大仏なんだいや、あとやっぱり街並みが違いますよね、うん、そうなんだよね、そうか、じゃあおすすめのスポットとしてはじゃあ、まあ、鎌倉でしょ、鎌倉で横須賀でしょ、で横浜だったらどこ、みなとみらい、みなとみらい、ああランドマークタワーとか、うん、コスモワールド、あ分かんないよね、いやいやだって行かないもんあの源ちゃんが行ってた頃はね海だったとこですよ、ああそうなんだ、今埋め立てられて、はい、そこにねもうびっくりするぐらいのマンションとビルが建ってる、うわすごいです、ビルだらけですね、ああだからさ、あのもう神奈川っていうと自然が豊かだったっていうおじさんはもうあるわけで、イメージがね、はい、僕なんかもそうですけど今はもうね、ああね変わりますもんね、だって僕がいた頃は相模大野駅の前がだだっ広い、まだ何も建ってないっていう、今相模大野の駅ねすごいすごいすごいですね、いっぱい線その時代に行ってたからもうあこんなところもあるのかと思ってさ、で急行固まるじゃないですか、止まります、なのに何もない、ない何もなかったんですよ、はい、まあね、それでね、まあ、やっぱりもう僕らの感覚でやっぱり行ってそれも10年も20年も30年も経ったら変わるもんね、沖縄も相当変わってますよ、だからそういう意味では、うん、もうね、うん、だってちょっと前何年か前に来たらこんなんなかったですもんね、そうそうそう、ないないない、マンションもなければ、はい、そっちのモノレールのそれができて、うん、そう高速道路もあのこっちまでね作ってるし、うん、ねえだからそういう意味ではまあ今の時期に来れてるからせっかくだからね、あのえあのチュラ島ボギーさんボギーちゃんです、不審者じゃないの優しいおじさんですよでじゃあ東京の、うん、東京神奈川から東京に遊びに行ったら東京だったらどこ、いやでも一番最初に行くなら渋谷とか原宿じゃないですか、渋谷か、もかちゃんはでもやっぱなんだろう、東京っていう東京イコールも都会だから、うんうん、神奈川からでもそうなの、そうですよ、神奈川帰ってくると神奈川もだって大都会とかずるおるでしょ、いやでも地元がちょっとあれっていうのもあるんですけど、うん、神奈川帰ってくるとあ落ち着きますもん、人が少なくて、そうか少なくて人が少なくて、わ、まあ、それでもね神奈川ってね、神奈川すごいですよ人数多いし、それでも神奈川の子から見たら東京は大都会、うん、東京は大都会なんだね、人がすごい、まあでも来年楽しいことがあってオリンピックじゃないさあり、あなんかまた人が人が集まるんだよ、神奈川県も種目あるんですよね、ヨットヨット、それ江ノ島ですね、あります、そうか、そうか、それまたもう外国からもバッと集まるからね、全国からね、そうですね、大変ですよ、本当大変だと思う、ね、あの一時のあの期間は、はいはいはい、1ヶ月ぐらいでした、うん、もうね、あでももう次は俺たちは体験できないから今回だけ行きたいな、少しあでもね、僕も源ちゃんも、はい、まあね、ボギーさんもそうですけど、はい、もうほら死ぬまでにもうないじゃん、もうないでしょ、だって次ね、ないですよね、それこそ90歳が100歳ぐらいでやるとだって55年ぶり56年ぶりの東京オリンピックでしょ、はい、ちょうど小学校6年生だったんですよ、だからこうクラスでいろんな、だから源ちゃん頑張ったあと50年来たら、うん、いやいやいやそれはないだからそういう意味ではね、今年あ来年チャンスがあれば行きたいなと思うんですけどね、多分行けんだもうおっこよくだからななんかね、ゲンちゃん2人は沖縄2回目なんですって、はいはい、1回目は修学旅行、はい、でもその前に家族で旅行とかでは来てますね、で今回回ったとこはどこが良かったですか、あれ
あのハンバーガー屋さん美味しかったです。ハンバーガー屋さん、カデナの食べ物、食べ物ゴーディーズ。あー、はいはい、まだ行ってないです僕。あ、ゴーディーズ行ってないですか。行ってないですよ。いやもうね、ハンバーガーといえばゴーディーズと思って、あ、そしたらねすごいですよ。もう食べる量が尋常じゃない。あ、若いからな。そうだって、え、なんか揚げ物頼んで、うん、でバッファローウィング頼んで、うん、でハンバーガーのでかいのをそれぞれ食べて、うん、すごい。でその後にパフェ食べてました。こんなスタイル良くてこんなたくさん食べるの、すごいな。もうね、源ちゃんね、一緒に他のね友達とかも一緒にこう案内して回ったんですけどね、うん、もう男性がもう食べられませんって。ちょっと引いてましたもんね。あら、あっつって、だってあのなんていうの、大食い の, あの女の子たちって意外と痩せてるさね、あのギャルさんもそうだし、だから、ね、男かなわよね。で、すずちゃんはね、うん、まあ、まだ食べるかっていうぐらい、うん、まるくえ、ちゃんとしちゃった。でも、もかちゃんはすっごい食べそうに見えないもんね。だけど同じ量食べるんですよ。うわー、そう見てて、まあ気持ちがいいって言えば気持ちがいいんですけど、だけどすごいですよ、ね、いいですね。あの、いっぱい食べる子の方が好きですか。そうそう、そりゃそうよ。いや、いっぱい食べる子が好きって言ってくれないと困っちゃうの、こっちは。いや、だってさ、切れてってもう私食べきれないとか言われたらさ、うん、あ、よかった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 。いや、だからほら、あのカテナの米、あのアメリカのほら、あのレストランあるじゃないですか。はいはい、はい、シーサイドです。今閉まってるんですよ。え、本当に、どうしたんですか。なんでしょうね、改装工事なのかわかんないですけど、なんか閉まってますよ、ずっと。あら、あそこ行ったら、アメリカだからもう本当にそれこそ量は美味しい。行きたい。でもいい雰囲気もね。あのシーベンズクラブと、はいはい、あのシーサイドレストランとあるじゃないですか、うん、はい、シーサイドレストランの美味しくないですか。あ、そんなこと言ったら申し訳ないです。味で、味、味はやっぱり、あの、あれは海がまたついてますから、景色が、あ、やっぱり美味しく、美味しく感じるんですよね。美味しく感じる。で、あの、オプション付きだから、そのこうこう海辺に、海辺に、うん、あの海があるでしょ、くっついてるから、そこにあのたくさん魚いるの。ここ釣り禁止、釣り禁止だけど、パンとかほら出てくるじゃないか、うん、それをそこに投げ入れたら、ガチャ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 、こんなでかいのがガチャガチャガチャ集まるのよ。もうそれを見て子供は喜ぶし、大人も喜ぶし、でね、もう、まあ、青ね、ブルーでもう綺麗、はい、もういいですよね。行きたい。だからね、あそこもね、お休みなんですか。あ、もう今も閉まってますね。あらららら、まあ、あと何日いでしょ。明日帰ります。あ、明日か。でもいいだな、これ。いや、ね、またね、もうね、大学生になってね、しっかり勉強して、はい、しっかりアルバイトして、で、また来ると、はい、多分すぐ来ますんで。ね、そういう意味でだから沖縄気に入ってもらって嬉しいよね。いや、もう快適すぎて、いやいや、もうアッキーさん様々なんですけど、はい、やっぱり人との出会いですよね。もうでもね、うん、もう本当に添乗員とかしてますから。あら、いいじゃないですか。そんな若くて綺麗な方を案内できるんだから、もうこちらに見えますのは。全部説明してくれます。そうか、じゃあ、あのあれですよ、成績地元に出たりですよ。本当ですよね。今日は僕はもうね、仕事だったので、はい、あの今日は他の人が、はい、なんか連れてってくれたんですけどね、うん、今日は南部行ったんじゃないですか、うん、楽しかったね。だからあの、まあ、そういうふうに沖縄来て喜んでくれたら嬉しいですよね。ちょっと変なのところが目立ってますから今。、ね、確かにね、まあね、このお二人にはね、まだあの刺激が強い話ですからね、うんうん、こういうドロドロしたところ見せたくなかったよね。昨日が県民投票という最悪の投票日でしたからね。まだこうね、そういう中身もわからない、うん、世代ですからね、まあ、これからね、いろいろ学んでいただいて、少しずつ、まあ、悪いところを見ていただけたけど、まあでもね、いいところばっかりじゃないからね、国をこれから背負っていく、ね、そうですよね、子たちだし、うん、愛国女子だったりして、確かに。でもあれですよね、沖縄からこれからね、春、はい、東京に行く子たち ね、 うん、ね、何かこう、そう だから本当はだから東京とかその神奈川とかその辺に友達とかが何人かできたら、その人たちを頼ってまたほらいい人たちと巡り合うじゃん。そうそう、だからここのこれができたらいいな、ね、ここの例えばね、ラジオを聞いてらっしゃる方のお孫さんとか、うん、お子さんとかが、うん、あるいは親戚とかが、うん、春から東京行くさとか、はい、神奈川
ね、もう大阪、はい、ね、うちのアンジの人たちいっぱいいるから、いますよね、だからそういう人たちね、あの知り合いがいるからっていうだけじゃなくて、うんうん、やっぱりいい仲間の集まりのところに入ると、はい、やっぱり新しい、ね、道も開けるし、そうですね、うん、なんかあった時にやっぱりこう助けてくれる存在がいてくれたら安心ですよ。だから元ちゃん宛てにね、うん、こうファックスでもメールでもね、ここに入れていただいたら本当来ますよ。そしたらもうなんかね、あ、もう東京だったら例えばほら、はい、飲食店でも美容院でも、うん、はい、沖縄のいい人たちがやってるお店、ここのお店はいいですよっていうね、そう、そこに行って、うん、例えば美容院なんか行くじゃないですか、はいはい、行けませんけどね、行けないからね。だからそれで美容院に行ったら、そしたらそこの美容師さんが沖縄のね、うん、人で、で話したら、はい、あ、じゃあ今度みんなでね、うん、あのね、何検事があるからおいでとかって言って、そこでいろんな人と知り合ったら、はい、そしたらまたもう沖縄のことがすぐつながるじゃないですか。そうですよね。でやっぱりこういい人のいるあのコミュニティとつながった方が一番いいです。いや本当です。だからアッキーさんの持ってるコミュニティとコミュニティすごいじゃないですか。いやみんないい人ばっかりです。沖縄の、はい、沖縄の人たちがいいんですよやっぱり、はい、もうね、東京で知り合った沖縄の人で変な人一人もいないです、はい、あ、これも人徳ですよ。まあでも多分その中心になってる人がいいんです。そうですよね、本当にその中心になってるね、沖縄のね、うん、まあこの人名前言えないですけど超有名な人なんですけど、はいはい、この方がね本当に良くて、でこの方を中心に、まあ、有名なねアーティストの人なんですけどね、うん、はい、でそこの周りに集まってくる若い子たちもみんないいですよ、うんうん、ね、だから類は友を呼びますからね、いい人はいい人が集まってきますから、だからそれね、ぜひね、なんかそういうコミュニティというかね、うん、なんかこう美容室でも飲食店でも、はい、なんか沖縄の人がやってるところにね、うん、じゃあうちの孫とか子供とか親戚ちょっと行かしてみたいっていう人は、うん、ぜひ元ちゃん宛てにね、僕宛てなの。いや、だから就職する人も本当にそういういい人が紹介する場所に行けばね、うん、本当はもうなんかあれですよ、みんな世間知らずで甘やかされてるから、うん、から就職って言ってもう一月もしないうちに帰ってくるのが多いんですよ、うん、まあ、だから馴染めないでっていうのが、だからこれをなくさないとダメですよね、うん、だけどね、やっぱ確かにね、うん、こう内地の仕事って戦いじゃないですか、うん、そうですよね、沖縄に来てやっぱり僕思うのは、うん、時間がやっぱりゆっくり流れてるから、うん、だけどね、東京のアルバイトとかしてたってすごいよね、もう戦いだよね、もう、うん、まあ、人がいっぱいいるっていう線もあるんですよ、忙しいっていう、はい、だから沖縄対応っていうのはとんでもない変なのがありますから、沖縄もう今でこそ僕らはそれはないんですけど、もう時間はこう多少10分20分どう大したことないよぐらいの感覚の若い子たちもいるもんだから、これは直さないとやっていけないんですよ ね、 でも多分ね、東京とかに例えば来て、うん、来られる方がいて、でそのうちなんちの、ね、方がやってるところに行くと、うん、でも、ね、やっぱね、東京で仕事して頑張ってる人って、うん、沖縄の方ってね、はい、そのあたりがねすごくしっかりしてる、きちっとしてますよね、そういう人たちと出会うと、うん、そうですよね、自分もそうなんなきゃいけないかなとか学べるところはいっぱいあると思いますよ、うんうん、だからね、やっぱり甘えてる場合じゃないですかね、世の中厳しいから。本当にどう、神奈川県の若い2人も時間が5分10分はまあ1回ぐらいの感じある？いや、でも結構時間はしっかり守る、すずちゃんとかすごいしっかりしてますよ、こう見えて、こういう人がリーダーになって教えればいいんですよね、もうだからもうあれですよ、例えば飲み会やるっていうでしょ、沖縄で8時からだよっていうさ、で8時に家帰ってシャワー入ってるっていう、いやとんでもないけど、本当俺とかもじゃあ待ち合わせで8時から食事って言って4人で待ち合わせしたので、俺8時前に行くじゃないですか、そしたら8時ちょっと過ぎて1人お友達が来て、で9時にもう1人来て、うわ、でもう1人の人11時だから、ね、それ怒らないんですか。いやそれね、もうね、またさ、これが習慣になってるから、でもこれをこう自分で意識して直さんと、それこそ付き合いないですよ。でもそれでまたさで終われるのが温厚ですよね。多分、うん、多分こっち神奈川とか東京の人はせっかちな人が多いから、自分もせっかちだから多分早くってなっちゃいます。いやでもそれが当たり前じゃないですか、うん、時間はほらみんなこうで、まあ、本当に厳しいでしょ、うん、こんだけしかないんだから。いや本当本当、だからね、俺沖縄でねこうやって生きててクラクション鳴らされたことがね、ほんとないんですよ。ああ。でも昨日初めて、昨日初めてっていうかね、もう本当にものすごい久しぶりに、道がね、あれと思ってナビをこうやってちょっといじってたんですよ、はいはい。そしたらちょっとね、
あの後ろの車にぶつかりそうになったわけじゃないですか。あれあれ、うん、まあ、あの前走ってて僕がちょっともうね、うん、はい、あのこうちょっと隣の車線またいじゃったんです。ものすごい勢いでクラクション鳴らされて、あ、いけないいけないごめんなさいと思って元の車線に戻ったんですよ。でミラー見て振ってみたらね、 Y ナンバーでした。あら外人さん、外人さん、あ、これ沖縄の人だったらね、多分ね絶対クラクション鳴らさないんですよ。鳴らさないですね、うん、それぐらいね沖縄の方たちはおおらか。うーん、でやっぱりあのトラブルを避けようという気があるから。あ、うん、だからこうやってほら喧嘩をかけるようなことやったらまた揉めるでしょ、うん、気持ちを嫌になさ。だからそれはねないように、うん、で沖縄の方はね本当にねそういうのはね本当にね、うん、気が優しくてねいい方が多いんだよね、うん、ある意味それこれがマイナス作用すると結局あのこう 今みたいに沖縄県ほら変なことたくさんあるじゃん、まあ、行政も含めて。これが分かんないわけですよ、それは。そうそうそう、だからこれ例えばの普通の常識で考えられないことをやってもあの普通だったらもうあの怒るけど、で沖縄人ってトラブル、要するにトラブルの中に入りたくないから、うん、要するに見ざる聞かざる言わざるの人が多いわけです。なるほど、うん、だからこの、こう県民投票だってだってもう答え歩きでやってるわけだから。確かに、うん、反対にもあるでしょ、うん、これを行政はじめマスメディアがやってるわけでしょ。こんなのないでしょ普通。うん、だからこれ自体もだから巻き込まれたらもう言わないです。要するに、うん、こういう人たちに行ったらまた自分がまたなんかこう嫌な目に遭うんじゃないかなっていう、うん、嫌でしょ。もう俺なんかもう頭これだけどもういやもうってこれが体制になってるから。うん、だからこれを変えないと沖縄県はもう県民として恥ずかしいわけない。なんか。ね、沖縄はね県民ですもんね、まあ、まあ彼女たちが分からないことはいっぱいあるんですけど、ね、まあ、裏回るよっていいところばっかりじゃないですかね。だからそういう意味ではあのあれですよ、あの米軍基地に反対っていう表向きあるけどだって米軍がいるからこそ守っていただいてるし、そうですね、うん、そういう意味ではねなんでこれが分からんのかなっていう、まあね、でも2人はね、まあ、なかなか分かんないけど、うん、でも話ねまた飛んじゃうけどさ、沖縄に来て何が一番美味しかった？沖縄料理。本当？何どんなの？ソーキそばのあれなんだっけ？テビチ。テビチ美味しかった。テビチ好き。あれはねピチピチだ。ピチ多分綺麗になっちゃいます。そうそうそう綺麗になるよ。大木さんよかった。コラーゲン本当にいいよね。美味しかった。テビチ美味しかったです。あーいいな。でも見てるとなんか毎日コンビニでチンスコを食べてますよ。チンスコめっちゃ美味しいです。あれめっちゃ美味しいけど太るんだ。それはラードだ。ラードなんだよ。美味しく食べたらゼロカロリーなんで。うわ気持ちでね。気持ちで大事。ダメそういうことをゲンちゃんに言うとね甘やかしちゃダメなんで。俺もやってるけどダイエットしてるけどさ。いやいやあのでもやっぱりあのあれよね、あのやっぱある程度やっぱりダイエットってあのこう自分の気持ちが嫌々ながらやったらあのストレスになっちゃうね。リバウンドするさね、ストレスになって。だからもうやっぱたまにもこう食べる時にはしょうがない、これは美味しく食べようって言って明日からダイエットでやる。そう、それが大事なんです。そうなんだよね。すごいですよ、ケンちゃん。あの沖縄に来てメンセオレって言って迎えたじゃないですか。ここで今回の沖縄の滞在で、うん、あのもう食べまくって5キロ太って帰りますと宣言した。3日間で5キロ太るって相当ですよ。うわすごいな。そういう気持ちを持っていかないと、ね、そうだよね。もう最初から痩せようと思ったらダメだね。で昨日より今日顔丸くなってませんかって言うから、うん、あじゃあ今日ラジオのパーソナリティのゲンちゃんと一緒だよ。そうすごいいじってくるんですよ。いやいや、まあ、でもね本当にあの楽しんであのちょっとまた、ね、歩いたりしたら気持ちがほらあの楽しいと思ったら彼でも活性化するさね。はい、そうよね。ね、とりあえずこの後ね大人の話がありますから。ああそうか。お二人にはなんか一言ずつ言っていただいてね。はい、ああこれもうああそうか明日帰るんだよね。せっかくですからね。うん、そうそうそう。多分あのアプリで日本全国聞いてますから。そうひょっとしたらだって沖縄のねあの嫁に来るかもしれないじゃん。それも含めて私はこんな人が好きだから誰か募集しますって言ったらいいよ。はい、どうぞモカちゃん、なんか貴重な経験ありがとうございました。いやなんか本当にと時間の流れが沖縄本当にゆっくりで、うん、ゆっくりだね。なんかなんだろう自分の東京っていうか、まあ、神奈川に行った時、はいはい、切り詰めて張り詰めてたこととかもなんかこっちに来るとすごい解放されるなって思ったから、うん、絶対また
来ます。ぜひね、よしよし、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、はい、あ、そうす、あ、はい、と喋りながら映しながら大丈夫。モカみたいにうまく言えるかわかんないけど、うん、とりあえず沖縄楽しいです。めっちゃ楽しいし、もう食べ物おいしいし、景色綺麗だし、もう食べ物おいしいし、過ごしやすいし、食べ物おいしいし、あ、もう絶対また来ようって思ったし、嬉しいです、沖縄県民としては。しかも沖縄の人たちみんな優しいから、もうなんかちょっと分かんないことあったら大丈夫って、あのさっきも迷子になってる子供が泣いてて、そしたら沖縄の人みんな集まって大丈夫みたいな感じで、あ、優しいなって思って、沖縄住みたいなって思ったんで。いや、いいところ見てください。嬉しいよな。なんか皆さん、はい、記念させていきますよ。イエーイ、はい。ありがとうございます。じゃあありがとうね。ありがとうございました。じゃあこの後あとちょっとだけ楽しんでくださいね。ちょっとじゃあ、向こうで楽しんでてくださいね。はい。はい。ありがとう。モグモグタイムしてきます。モグモグタイム、あ、ここでだからマイクで近く。ちょっと。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとう。はい、ぜひまた明日を楽しんでくださいね。ありがとうございます。はい、わあ。いや、でもやっぱり若くて可愛い子が来ると華やかになりますね。ゲンちゃん、はい、テンション上がってテンション上がってるでしょ。やっぱり。いや、もうだからある意味ほら、もう昨日ケミ投票あったじゃないですか。はい、もうやっぱり寝かきゃに使われるなと本当に思ったら本当に使ってますよね。まあ、だけどね、僕思うんですけど、うん、はい、どうですかね、ボギーさんね、あの普天間のね、うん、あの周辺の住民の方で、はい、そのやっぱり早くね、あの危険な状況はなくしてもらいたいとか、はいはい、小学校にね、子供会話してる皆さんもそうだと思うんですけど、はい、うん、だけどじゃあ普天間周辺じゃない方、はい、あるいは辺野古の方たちも競技に競技を重ねて何十年ってやってきて、はい、で合意をして、はい、じゃあもうあそこに受け入れましょう、はい、っていうことになった。普天間の人が、ね、困ってるから受け入れましょうと。でそこの住民、本当にそこで困ってる住民を無視して、はい、いろんな関係のない自治体でね、はい、それを反対運動を展開して罰だ罰だって言って、はい、例えばこれね、申し訳ないですよ、例えば南城市の人が罰つける、はい、あのあるいはね、あの東村の人が罰つける、はい、で亡き人の人が罰つけるって関係ないですよね、うん、基本。そうなんですよ、だから当事者じゃない人たちが間に入って、ああでもないこうでもない、もう難しく複雑にしてるじゃないですか。だってそのじゃあ本当にね、空港の第二滑走路ね、はい、あそこ埋め立てる時に誰か一人でも騒ぎました？騒いでないですよ。で今度浦添にね、那覇軍港移設じゃないですか、はい、で浦添も埋め立てるわけじゃないですか。あの素晴らしいのを埋め立てるんですよ、うん、だけど誰か文句言いました？言ってないんですよね。これが分かんないんです。俺沖縄に来てね、これね、沖縄のねダブルトリプルスタンダードぐらいの感じでね、はい、本当に沖縄ってなんで辺野古のことばっかりみんな騒ぐけど、いやだったらなんで空港滑走路ね、うん、あの観光客が1000万人とかっていうのはいいんですよ、はい、観光立県っていうのもいいんだけど、はい、でもあそこのねサンゴ埋めるわけじゃないですか、はい、あそこだって綺麗な海だったじゃないですか。そうですよね、うん、だからじゃああそこ埋め立てる時のね、そういうこう反対の議論がなくて、うん、でなんで、で勝手に埋め立ててるって、勝手じゃないけど埋め立ててるわけじゃないですか、はい、もうすぐできるでしょ、はい、できっと浦添のね、あの干潟のところを埋め立てるのだって、はい、なんか聞けばあのね有名な干潟というかなんですよね、あそこね、なんか伊能サンゴ礁ね、すごいですよね。だからあそこだって埋め立てて、まあこれからねでき、はい、できていく。でもそれについたってそのね、前亡くなられたね、あの尾長県知事もあれを推進されてたし、うん、今の国会議員やってるね義間光雄先生もそれを推進してた、はい、市長の時にね、うんうん、だから今のまあ浦添のね市長さんがいい悪いじゃないわけじゃないですか、うん、もうその前から決まってることが、はい、だけどそれに対しては誰も文句言わないですよね、うん、そうなんですよね。オール沖縄って言われてる方たちも一切何でも、はい、こっちすぐ寝ますもんね、うん、だから僕ね沖縄ってねなんか不思議なんだよな、だから組織とかトップがこうしなさいって言ったらこれに従うおかしいですよね、うん、これに対してもう例えば意見があるんだったら意見がいい、ね、言えばいいんだけど、それこそだから今僕ね、うん、あのデニー知事が、はい、いや辺野古も埋め立てはダメだけど、うん、那覇軍港移設もダメだと、あ、言ったら面白いけどね、だからもうねあんな移設ダメと、はい、だから那覇軍港はそのまま浦添の開発もしない、あでもし、はい、知事が言って、はい、で空港滑走路は俺が知事になる前にやったことだけどあれも俺としては反対だと
何千億のこう予算が動くことに対してノーって言い切れるかってことですよね、うん、だそういうのは、はい、あの知事がね明確に立ち位置を作っていただいて、うん、でそれで知事があそういうふうに知事が言うんだったらそれは埋め立てもダメだと、うん、だこれから未来永劫ね沖縄の海はねもう1平方メートルあたりも絶対埋め立てさせないとでも民間地だから相当埋め立てられてますよ沖縄っていやどうぞ あなたが住んでるとこ埋め立て地じゃないのって言ったら与那原行ったんですけど全部あそこ埋め立てでしょ。だから、はい、ああいうのだって同じそうじゃないですか。じゃあ与那原埋め立てる時に反対運動起きたんですか、はい、起きた。あそこだってあのサーフィンのいい波が来ると場所、うん、ポイントだったですよね、もう僕としてはショックですだからちょっとあの台風前とかもうサーファーが集まってましたあそこ。だからね、そういうのがなんかこうね横に追いやられて、はい、で左にされてなんか辺野古ばっかりでしょ。本当にだから結局あの普天間だってもう辺野古にあのシュワブに移さなければここ解放されないじゃないですか。だからこれあるのに移転地までこう開発しないって言ったらどこに持っていけばいいですかこれだから例えばその辺野古周辺の名護のね、はい、あの住民の方と、はい、普天間基地周辺の、うん、宜野湾市の住民の方たちだけで投票してみたらいい、はい、それでいいですよね。だって僕の関係ないもん、うん、それもだから他府県から一番影響がある人たちが投票してみて、うんうん、賛成と反対がね、うん、例えば反対の方が多かったらそれは、うん、それは考えましょう。ある意味ね、うん、本当に考えなきゃいけない民意ですよ、はい、だけどあの関係のない地域の人、はい、一切何の影響もない人たちが、ね、そうそうそう沖縄県民以外の人が騒いでますからね。またいやもうそれもそうですよね。最悪ですよね。でも僕ねただあの昨日ね40何万人の方がね、はい、罰っていう票を投じたっていうことについてはね、うんうん、あのこれはまあねちゃんとしっかり考えなきゃいけないとは思うんですよ、はい、うん、だけどだったらあの那覇軍港移設も投票してみたらいいんじゃないですか、はいはい、だからねだから要するにこの投票結果が何の影響もないっていう、なんでこんなのにこんな大金をかけるんだろうって、もうここ出発時点からもおかしいじゃない。なんてお金余ってるわけじゃないですよ沖縄県は。だから予算をどううまく やりくりしてもう沖縄県民のために使うかですよね。多分そのあたり源ちゃんと僕よりもかなり研究をして詳しい、はい、ボギーちゃんいかがですかはい、これのねやっぱり今回出た結果は結果で、うん、私は尊重はすべきだと思いますけど、うんうん、これはね正直言って予測できたことなんですよ、うんうん、これはですね、うん、ですからやっぱりこういったことが予測できてたから5つの市、うん、宜野湾市や沖縄市やうるま市などがですね、はい、この県民投票に参加しないと言ってたのはそこだったんですよね、はい、まあ、そこで、まあ、つい、まあ、マスコミに追及されたのか、まあ、それが原因か分かりませんが、うん、選択肢を増やせば考えてもいいっていう発言が飛び出た、はい、でこれに対して、まあ、県民投票を推進する側としてはじゃあ選択肢を増やしてやれば乗るんだなというふうに思っちゃったわけです、うん、そうですよね。逃げられなくなっちゃいましたね、はい、でそこで、まあ、どうでもいいような、ね、どちらでもないという回答を持ってきた、ね、私はその時点でですねその時点でやはり県政野党の方々が、うん、この宜野湾のね又吉県議とか親市議、はい、そして辺野古のね地元の人々のそういった意見を汲み取ってですね、うんうん、どちらでもないではなくて、うん、やむなく容認という、うん、ねやむなく容認です。賛成とは違うんです、はいはい、やむなく容認という、ね、選択肢にしていればだいぶ私は結果は、うん、変わってきたと思うんです。結局やむなく容認という人たちの行き場がなくなってしまった、うんね、俺は賛成でもない喜んで手を挙げて賛成してるわけじゃないんだっていうのが、はい、そうですね、やはり辺野古の人たちの、ね、うん、思い、そして県内の保守の方々の思いなんですよ、うん、結局それを汲み取ることなくどちらでもないという設問で一件落着してしまったことが棄権票を増やすことになった、うんうん、押し切られてるようなところですよね、はい、結局棄権ですね、まあ、棄権票じゃなくて、うん、はい、棄権が増えたということは、うん、まあ、相対的に賛成票が減ると、うん、で私が前に寄付してた通り反対票だけがクローズアップをされ、うん、この賛成票は非常に相対的に小さくなってしまった、うんうん、まあ、県内各地の
表現も反対7割と、ね、うん、歌われてるんですね、県内外に表現、あの発信しています、はい、これを見ると沖縄の人たちの7割がいわゆる埋め立てに反対をしているというふうに完全にミスリードされている、はい、ですから本当に、ね、これ反対派の作戦勝ち、うん、もうそういう不満を持っている人たちを危険に、はいね、危険という方向にやっぱり誘導するためにどちらでもないっていう説問を、ね、持ってきた、うん、でそれに対してやはりきちんとした戦術的な対策ができなかった、うん、まあ、県政与党っていうのは非常に私はもったいないと思うし、うん、そこでやはり宜野湾出身の又吉県議のように、うん、普天間基地の危険性除去というところが全く考慮されていないっていう、うん、そういった思いをもっとね受け入れていれば、うん、危険票が減った、はい、当然危険票の中には数多くの賛成票があったと思います、うん、もしこれが反対が43万だとしたら賛成がですね20万とか30万になっていれば私はこれ大きなやっぱり今のようなね、反対票7割というふうに喧伝されることはなかった。結局選挙と一緒です。棄権してしまえばもう白紙委任状なんですよ。どっちにも捉えてしまう、ね、いくら保守側の人たちが棄権票は結局は反対してないんだと言っても逆に反対派はいやこれは反対だけど忙しくていけなかったんだっていう水かけ論になってしまう。ですから沖縄でですね棄権せずに堂々と埋め立てに丸をしましょうって言ってる人っていうのは本当に数少なかったんです、うん、私とかですね、うん、あと、ローマ人日記の江崎先生とか、うん、柄山雅子さんとか、うん、堂山隆夫君とかね、はい、まあ、あと政治家ではね今アッキーさん言ったんです、大山隆夫さんなんかが私は賛成に丸をしてきましたと投票しましたということを言ってましたけど、うんうん、沖縄県のこの自民党自体がやっぱり自主投票っていう形になっちゃったもんですから、そうですね、政治家として賛成に丸をとはやっぱり言えなかった。私はやはり一度国政選挙に出た身です。選挙というねやっぱり宣伝を受けた身ですから、投票っていうのはこれは権利だけではなく義務だと思ってるんですよね、うん、ですから私はやはり政治を目指した者の端くれとして棄権しろとはどんな選挙でもやっぱり言えない。そうですよね。必ずやっぱり投票に行ってどちらか選んでくださいということしか私は言えないわけです、うん、で寄付したように結局はもう反対票が大幅に上回り、うん、それがまるで沖縄県民の意思のように喧伝される、はい、これは結局反対票が7割というね、うん、言葉だけが今後一人歩きをして沖縄県民が100名いたら70人は基地反対だっていうふうに、はい、県内外どころか、ね、国外にまでこれ喧伝されて、うん、利用される。いやこれ本当にね怖いことなんです、はい、それをやはり読み切れなかった、うん、政治のね責任っていうのは私非常に大きい、はい、だからあれですよ、もう結局結果ありきで県民投票ですから、なぜこれをこう保守が許しているのと、こんなのが先走ったら結局結果的にこの結果はネガティブキャンペーンに使われるよっていうのはもう僕は最初から思ってましたから、投票行こうよって丸つけてこいよって言ってるけど、まあ、なんで自民党もあれさ、もう公明党も、うん、自由選勝手にしなさいって自分の思うように投票してこいでって言ってるよって言われたらもうこれ以上言いようないじゃないですか僕らは。だから結局はそういったのがあって、うん、まあ、投票に行かない方が増えた。だから、うん、それこそね、うん、基地反対派が望んでたことなんですよ。もう彼らの実情で頑張ってますよ。だって彼らにとって賛成票が減るっていうことは嬉しいことなんです、はい、本当よ。それにまんまとやっぱり乗ってしまったっていうのはね、うん、今後やっぱり反省点であるし、うん、そういったねやっぱり彼らの意図をやっぱりこちら先にですね読み取らんって感じですよね。読み取った上で、うん、いやどちらもでもないはおかしいだろうと、うん、条件付き容認か、うん、やむなく容認という答えが一番ぴったりくるんじゃないかというふうにね、うん、はい、私はこの審議の時に突っぱねるべきだったと、うん、そうですよね、思います。5億も6億6億もあちら側の都合のいいように、うん、こう使われて、テレビもラジオも
反対に戻しましょう。おいおいおい、はい、こんなことが通るかよ本当に。これもですね、元ちゃん、うん、実際にこれ沖縄県民の方々ほとんどが知らない事実なんですけど、うんうん、実は先の沖縄県知事選挙、うん、県議選補選に使われた宣伝広告費、うん、はい、あの県知事選挙と県議補選ですよ、うん、それに使われた宣伝広告費が1075万円なんですよ、うん、あ、そんなに安くやってる。はい、それなのに今回の県民投票、今回のは奥大変でしょ。今回のはこの広告宣伝費だけで1億4000万使って、うん、そりゃそうだよ、これだけ金かけて。もう反対反対ばかり言われたら、うん、法的拘束力のないこの県民投票に、うん、なんと県知事選挙の10倍もの予算をつけて、うん、広告したと。これはね、やはりあまりにも異常すぎるんです。はい、はい、結局沖縄県がいかに曲がってるかですよ。そう、はあ、もう大変だ。隣だから県民投票が県知事選挙より大事なのか、うん、ということになってしまう。何の拘束力もない。実際にこの宜野湾の元市議の方が、うん、住民監査請求ということで今県の方に、うん、監査請求やってます、うん、これは正直言いまして、県知事選挙の時に比べると投票率も低いと、うん、で法的な拘束力もないと。そう、何のためにやったのか。それに10倍もの予算をつけたことが果たしてこれは適切なのかどうか、うん、ということをね、やはり今後問われますし、はい、まあ、当然ながらこの県の監査委員というのは知事が任命しますから、うん、もしかしなくても、まあ、適切であったという答えが出た場合、うん、住民監査請求から住民訴訟になる可能性がある、うん、そうした時に沖縄県はこの法的拘束力がないこの住民投票に県知事選以上の価値をですよ、うん、あるということをね、やはり証明しないといけなくなってくる。これ非常に難しい。証明できないじゃないですか、これ。ことになるんじゃないかっていうのは私は思ってます。しし、ああ、最悪ですよね。もう本当にそれこそ湯水のごとくあの予算があるのか思え沖縄県という。こうそれたくさんどんどん出てくれるんですよ。もうでも結果、うん、まあ元々はね、国の税金ですよ。そうですよ。だからで、まあ、沖縄県にね交付されたお金にしてもですよ。うん、でもそういうお金をメディアに払って。うん、でメディアがね、ああやって投票を罰ですよっていうのを言うと、はい、うん、でも逆にそういうのを普段目にしない、うん、選挙の時はそれ違反じゃないですか、はい、だから今回は選挙じゃないし、はい、いや、もうへったくれもないからあれだけ金かけてやったわけでしょ、うん、そうするとあれだけの票が出ちゃう、はい、だから結局あれですよ、これでまた選挙違反のこう横演習してるもんですよ、あれ。いや、だからこれね、あとね、多分ね、うん、僕思うのはじゃね、逆に、うん、メディアが、うん、例えば逆でね、うん、いや、辺野古移設は賛成しましょう、丸に、うん、丸と書きましょうって言って、うん、もしテレビとかメディアがそういう形で煽ったら、うん、多分逆の答えが出ますよ、うん、だからこれね、やっぱりマスコミがね、ここに加担していいことはないんですよね。そうですね、まあ、マスコミどころか知事自体が加担してましたからそれと実はね、これ怖い現実が隠されています、はい、なぜかというと今回のこの県民投票に、うん、ゲストとして国外から参加をしたロバート・カジワラという、うん、あ、なんかいますね、ハワイ在住の男性、はいはい、この方ね、ホワイトハウスの署名運動なんかをね始めてます、うん、始めてたんですけど、うん、この方が沖縄に来てすごいメディアがもてはやして、うん、いろんなところで取り上げられてます、はい、ところがこの方、これも県民に全く報道されませんけど、うん、ツイッターなどで発言をたどっていくと、うん、なんと琉球独立を煽ってる方なんですよ。ああ、やっぱりさ、裏はそうですよ、はい、結局ね。この人って何ですか、その沖縄の三世なんですか。沖縄の三世と言っているんですが、まあ、名字が梶原ですからね、うん、しかしなぜね、外国人アメリカ国籍の方が沖縄に来てですよ、うん、その琉球独立などをね、やっぱ煽るかっていうのは、私はこれ、うん、明らかに内政干渉であり、基地反対派のね、本当のやはり目的っていうのは、うん、そこにあるんじゃないかっていうのは私は見ているんですよね、うん、あまりにも最近は本当に過激になってますよね。もう琉球独立もそうですけど、もうゲンちゃん、うん、今回このような結果出てるから、はい、民意だと言ってね、これ以上に、うん、反基地運動激しくなります、うん、なりますよ。これはでもね、沖縄県民が選んだ結果、ね、そうなんです。ただいさえ自衛隊のね、うん、地方連絡部に殺人放火未遂の事件起きたり、はい、ね、
基地、あの基地の中に入って重機壊したりしてますけど、してますよね、これ以上のことが今後起きる可能性がある、うん、それにお墨付きを与えたのが、はい、今回の県民投票だったというふうに私は思ってます、はい、もう向こうの、あの活動に勢いづけてますからね、はい、あもう大変だ、今年はさらに、はい、恐ろしい年になるのか、大変ですよ現地、はい、しかし現地あっという間に時間が来てしまいました、ね、そうなんですね、盛り上がってしまいました、もう楽しい話は良かったんだけど、もう最後はこう県民投票でがっくり落ちましたねまあいろいろまたありますし、もう来週の放送は3月に入ります、いよいよ3月、ね、卒業式入学式の、ね、季節ですから、ね、いいことがあればいいな、本当ですね、桜咲いてね、あ本当にそういう意味では、ね、また来週の番組をまたお楽しみいただきたいと思います、また来週もお聞きください、ありがとうございました、皆さん風邪行くなよ風邪行くなよ